鎌倉幕府の将軍鎌倉殿を支えた13人の御家人たち、埼玉県ゆかりの武蔵武士や比企一族もその一翼を担っていました。彼らの足跡は今なお県内に点在し、全国的にも注目を集めています。番組ではこれら歴史的建造物を周辺の観光スポットと合わせて紹介していきます。こんにちは。大河ドラマ鎌倉殿の13人、若さの局節約の山谷かすみです。埼玉に残る鎌倉時代ゆかりのスポット巡り、今日は吉見町を巡ります。鎌倉幕府初代将軍頼朝の弟源範頼ゆかりのスポットとその周辺のおすすめスポットをご紹介します。吉見町にある側松院、鎌倉殿を支えた源範頼の館がこのお寺の一帯にあったと言われています。源範頼は義朝の6番目の子、兄が頼朝で弟は牛若丸で有名な源義経。鎌倉幕府成立のきっかけとなる源平の合戦があったんですが、その中の一の谷や壇の浦の合戦で大軍を率いて活躍しました。源範頼がこの地域と関わりを持つきっかけとなったのは1159年の平治の乱でした。範頼とこのお寺のつながりについてお話を伺ってもいいですか。はい、1159年に範頼の父、はい、源義朝が平治の乱で平清盛と戦いましたが敗れてしまいました。そしてその平治の乱の後、範頼はこの地域に頼朝の乳母、比企尼、比企のもと入り込んできました。範頼は鎌倉幕府設立後にこの側松院がある場所に居住をしました。現在も側松院の周囲には当時の名残が残されています。こちらのお寺にはどんなものが残されているんですか。範頼の館として残っているのがこの堀になります。あ、はい、これが内堀なんです。で、ずっと一周この北側の方から西、東側まであります。全部ぐるっと囲んで、すごい深いですね。深いですね、はい。範頼の死後は子孫がこの地に居住し吉見氏を名乗ったと言われています。兄頼朝を支え鎌倉幕府成立に貢献した源範頼の足跡を感じられる側松院。この場所で範頼について思いを馳せてみてはいかがでしょうか。続いて山谷さんが訪れたのは国の史跡にも指定されている吉見百穴。すごいですね。本当おとぎ話の世界みたいですね。吉見町役場の八木橋さんに話を伺います。いつ吉見百穴はできたんですか。はい、古墳時代の末期、6世紀の末から7世紀後半に作られたと言われています。現在219の穴があるんですけれども、この穴は人間を埋葬するためのお墓なんです。そうなんですね、お墓になってるんですね。はい、1400年以上前に掘られ今なお現存する無数の穴、内部はどのようになっているのか見せていただきました。こちらなんですけれども、はい、間口はこの入り口のところは高さ1メートルぐらいで、横が60センチから70センチぐらいで、中の広さはだいたい3畳ほどあります。あ、そんな広いんですね、はい、3畳。右側ですけれども、死者を安置するための棺座と呼ばれるベッドのようなものがあります。そうですね、ちょっと高さが違くなって、そうですね、ちょっと高さがあって、そこに、安置する形になってます。また吉見百穴では国指定の天然記念物にも指定されている光苔を見ることができます。本当だ、うっすら光ってます。あの真ん中の方の、そうですね、光苔、はい、すごい、光を放っているように見えるので光苔と名付けられたと言われています。はい、で
一定の気温と湿度が必要なことから、うんこの辺りで光ゴケが見られることはすごく貴重なことなんです。へえ。で、あそこの前の壺に水を入れて湿度を保ってるような。そうなんですね、はい、形になってます。すごい珍しいもの初めて見ました。私光ゴケすごい神秘的ですね。そうですね吉見町を代表する史跡の一つ吉見百穴、一度訪れてみてはいかがでしょうか。鎌倉時代ゆかりの県内スポット巡り、今回は吉見町をご紹介しました。頼朝の弟範頼の活躍があって兄頼朝は鎌倉幕府を開くことができたんですね。そして吉見百穴、6世紀のものが今見られるのは貴重ですね。この他にも埼玉県には鎌倉ゆかりのスポットがたくさんあります。次回も新たな発見を探して県内を巡りますので、どうぞお見逃しなく。